親父、すんません。それでそいつはほんまにあいつやったんか。へえ、間違いありまへん。そうか、キリュウ帰ってきよったか。なあ、キリュウは相変わらずごっついやつやったんか。ええ、それはもう。そうかそうか、ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ご機嫌やさかいな。指二本で許したるわ。いいですか兄貴、これが東城会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやっさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ、そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。正面から堂々とはの、堂島の桐生。なぜ近江連合が俺を。頼まれたんや、あんたの元兄弟に。錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。カズマ。おやっさん。10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやさんは何も変わらねえな、お前だけは。おやさん、何があったんすか。東城会は、それに錦は。あったのか、あいつに。いえ、あいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓をなくしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやっさん、もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。ユミのことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、ユミは。おやっさん、風間のおじき、てめえ、お前、桐生。あ、なんやお前、堂島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ。しまな。おお、お前ら絶対に生きて返すんやないで。やろう。おとなしゅう往生せいや、キリュウ。カズマ、逃げろ、カズマ。ユミを、100億を頼む。
行け。ここは通さへんで。こら、止まれ。止まれ。待つし、てめえ、もう一回言ってみろ。こんな定例会意味ないって言ったんですよ。なんだと。お前と話すくらいならバスへのキャバクラでブサイクな女とだべってる方がよっぽど有意義なんだよ。てめえもう一遍言ってみろ。議長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだがな。俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ。何？風間の親父から俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろ。そいつが俺の格ってやつだ。ならそれなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな幹部に尻尾振るしか脳のねえ青二歳に指図されるなんてまっぴらごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえまだ話は終わってねえぞ。黙ってみてな。しのぎのお手本ってやつ見せてやるからよ。